やっほーガールズアクトリーの日の前です。三田寺梨沙です。今回ガールズアクトリー、セカンドバースデイズの開催が決定しました。イエーイ。ね、まあそれはいいんだよ。いいの？いいの、いいんだけどさ、さっきさ、持山田さんたちに会ったじゃないですか。会いました。そしたらさ、うちらにさ、めっちゃなんかなんていうの、対抗心こにゃろうって、そう、ひって言ってきたじゃん、あれは何なんですか？まあ、今回のイベントでは、いくつかの企画の中で一つガールズアクトリーのユニットあるでしょ。ユニット、何、聞いたことないよ。あるの？あるの？リサたちもその中の一つ、おー、そのユニットの中で優勝を決めるやつです。え、何それ？やつなの？優勝決めんの？うん、じゃあナンバーワン決めるってこと？そうだよ。やだよ。やだね、争い事は良くない。ゆとり世代だからね。まあ実は前もこのことは知ってたんですけど。知ってたんかい。待って、7回も聞いたらね、もう面白くない。それ面白いやつなの。それで、まあ知ってたんですけど、そのナンバーワンを決めるのが皆さんの、来てくださった皆さんの投票によって4組の中からナンバーワンが一つ決まるんですよ。はいね。ドキドキね。恐ろしいよ。しかもね、今回はなんと、スペシャル特典があります。スペシャル特典？はい、優勝したら、何それは。まあこれは知らないんだけど、きっといいことだから優勝しなきゃね。しなきゃね、食べ放題のさ、無料券とかあるかもしれないじゃん。それがあったらいいね。いいね。はい、ね、詳しくはホリプロのホームページをご覧いただくか、私たちのブログをチェックしてください。みなさん待ってます。バイバーイ。バイバーイ。